まあ僕はそうなんですけど皆さんはどうか知らないですけどあの2011年の3月11日以降その生き方とかですね、まあ、医療とか、まあ、いろんなところの価値観がごろっと根底から覆されて、まあ、まあ少なくとも僕はそんな感じなんですねでまあ被災地でそのどういうことができるかっていうことなんですけど医者って案外役に立たないですよねあの今回みたいな災害においては。 あの阪神大震災の時はどっちかというと外傷患者が多かったので救急とか外科の先生がすごい活躍されたらしいんですけど今回のような災害に対して医学というものがなんと無力なことかということでまあ思い知らされたという感じですね。しかしながらそれなりに何かできないといけないというので少なくとも感染症という観点からあのどういったアプローチができるかという話をしてみたいと思います。学会ととかに行くとその 震災と感染症っていうとよりマニアックな話が多いんですね。例えば津波の水を飲み込んで海水が肺に入って、それがあの肺の組織を壊すっていうまあ津波肺っていう現象がありますが、でそこから微生物が見つかるんですね。いろいろエアロモナスとか、あのトロフォモナスとか、バークホーデリアとかまあ特殊なものが見つかってよくそれが症例報告とかで出てますけど、まずあの症例少ないです。岩手で3名とかなんか数例見つかったとかいう感じで、そもそもそれ 非常に死亡率高いんですね実はほとんどなくなってらっしゃってでその被災地の医療リソースそのものの,そのニーズとかに考えると津波波灰っていうのはだしそのできることがあんまりないっていうこともあってし,しかも非常に死亡率が高いともちろん津波灰の患者さんを無視していいというわけじゃないんだけど僕らが一番気にするべきはそこではないっていうのはだと思います。あまりこう学術的な関心と 実地面でのの関心というのはずれてるところがあるこあんですねで、まあ、地震とかあるいは台風だとか洪水だとかその津波だとか、まあ、そういう災害が起きた直後においては、まあ、感染症とというのはほとんどの問題になるだけですねで基本的には外傷とかそういったものが問題になってきてむしろ感染症が問題になってくるのはそのあと避難所での健康管理それから衛生管理、えー、感染予防感染対策が大事になってきます。 <で>震災の時っていうのはやっぱりそのあれかこれかの発想っていうのが大事であの理想的にあれもできたらこれもできたらじゃなくてむしろ引き算の状態からどこまでできてどこを捨てることができるかっていうそういう発想になってくるわけですね。ロロード・デビストローストという、まあ、人類学者構造主義者ですけどね彼があのブリコラージュという言葉を使ってるんですね。まあ、あのフランス語でであり合わせのものもを使ってやるとということなんですけど その理想的な環境でこうすべきだっていうのはもう災害じゃなしなんですねもうあるものでどうするかっていうそういう発想に変えていかなきゃいけないだから被災地に行ってねあのこれがなくてできないじゃないかとかあれがなくてもうダメじゃないかって,ってなんか怒鳴ってる人とかはたまにいますけどあれは全くナンセンスでそうじゃなくてこれがない中でどうするかっていうのが大事なわけですよ。もうだって理想不安なのは分かってるんだから当然。 リソースがプアだと怒ってもしょうがないんですよリソースがプアな流れどうするかっていうことが大事になる例えば N95 っていうマスクはあれ1日1回使い捨てっていうのがルールなんですねだから使い捨てなんだけどでももしそれがなかったらねもう使い捨ててもしょうがないでしょだからゼロよりはマシなんだからあの使用期限過ぎたものを使った方がね だから使用期限を過ぎても3日4日使うとかそういう発想は当然しなきゃいけないそれは理想ではないかもしれないけどそれをで思考停止になってじゃあこれ捨てちゃえみたいになったらもっとダメなわけですよ教科書に書いてあるような理想的な標準予防策とかそういうのができるとは限らないので手持ちのもので手袋が何パックあるとかマスクがどれぐらいあるとかっていうその持てるリソースから逆算してじゃあどういうふうに使うかと。完璧ななな理想的な医療ではなくて もっとマシない医療いいうそういうそ発想の転換が必要です常にこのブリコラージュ的な考え方をやっていかないといけない。で避難所生活ということになってあの大量の人が集まると当然感染症が伝播しやすくなるので特に伝播性の感染症のリスクということを考えないといけない。そうすると、えー、特に空気感染するマシンとか、うん、あとはあの飛沫感染をするインフルエンザそれから接触感染をする、えー、ノロウイルスとかロタウイルスといったいわゆる下痢原性の 感染症、こういったものが、まあ。